アビニョン教皇庁アビニョン教皇庁は、1309年から1377年まで7代に、渡る教皇のアビニョン補修から教会大分裂の、時代、南フランスのアビニョンに設けられていた、教皇宮殿。アビニョンに教皇が潜座された原因は、1303年の教皇ボニファティウス発世の死後、数期教団が分裂して、教皇選挙の実施に困難が生じたこと、及び、 アナーニ事件の事後処理に絡んで、フランス王フィリップ四世の干渉に求められるが、これらに加え、イタリア半島における教皇領での無政府状態がそれに拍車をかけた。アビニョン教皇庁1252年に建設が始まった。ローマ教会とフランス王国の対立における中立派として教皇に選出されたボルドー司教のクレメンス五世は1309年。 フィリップ・タン・レー王の干渉の下でのローマ入場を諦め、気に入った滞在先を求めて、フランス中を旅した。そして結局、一度も、ローマを訪れることなく、プロヴァンス白領内にあり、現在は、南仏牧竜図圏の県庁所在地となっている、アビニョンのドミニコ会修道院に落ち着き、そこに、教皇庁を仮設した。続く、ヨハネス十二世、ベネディクトゥス十二世、 クレメンス六世の三教皇は、アビニョンに、城塞風の大宮殿と市街を取り囲む城壁の建造を進め、1348年、プロヴァンス除白、ジョバンナが8万フローリンにも上る金貨で、アビニョン全市を購入、次のインドケンティウス六世の在位期間のうちに、南高不落を目指した教皇領都市の建設が完遂した。ベネディクトス十二世はまた、アビニョンに、 図書館を設置する事業に取り組んでいる。三教皇は同時に、教会組織における行政、司法、財政の諸改革を進めて、それぞれの機関も整備拡充され、南仏の金融活動や商工業とも結びついて、百年戦争であえぐフランス王国の急防を尻目に、それとは全く対照的な流星と繁栄の時を迎えた。さらに、 貧しい学生の支援に力を入れ、各地に大学を創設した教皇をウルバヌス5世や、同様に学芸の保護者として活動した、グレゴリウス11世の時代には、クレメンス6世以降導入された優美な、パリ風の宮廷文化と、ヒューマニズムが花開き、当時のヨーロッパ文化の一大中心地となり栄えた。なお、宮殿のうち、旧宮,宮殿は、ベネディクトゥス12世が、 旧市教官を取り壊させて、同郷のミルポワ出身のピエール・ポワソンに依頼して、気づいたものであり、それに対しクレメンス六世が、ビルド・フランスの建築家、ジャン・ドルーブルに命じて気づかせたのが、新宮殿である。教皇のローマ機関の可能性は、全機関を通じて、常に高まりを見せていた。ルネザンスの詩人として、ストに有名なペトラルか、あるいは、聖女として知られていた。 ドミニコ海修道所のシエナの語りならからの強い誓願もあり、1367年から1370年にかけてアビニョン教皇は経済力と軍事力を蓄積した上で一時ローマに復帰した。そして1377年、ようやく正式に教皇のローマ期間は実現に至った。しかしその後、数期教団は再度分裂し、 フランス人教皇グレゴリウス11世が、ローマの民衆からひどい非難を浴びて、アビニョンに戻り、クレメンス7世からベネディクトゥス13世に至る、教会大分裂の時代には、再び、アビニョン教皇庁が利用された。1398年に、ローマ教皇庁派フランス貴族、ジェフリー・ブシコーの率いる軍が、下水道から潜入後、戦闘を行い教皇庁を占拠しようとしたが叶わず、 三ヶ月の戦闘後、アビニオンを占領し、対立教皇ベネディクトゥス13世が住むアビニオン、教皇庁を5年間包囲した。その後、対立教皇が宮殿を取り戻したが、1433年にローマ教皇庁の財産となった。ローマ教皇庁の管理となった1433年から350年以上に、渡り、教皇庁の管理下にあったが、 1516年に修復されるも荒廃した。フランス革命が1789年に勃発した際には荒廃した状態で革命勢力によって強奪、破壊された。1791年に反革命派の虐殺現場となり遺体は救急殿に投げ込まれた。ナポレオン政権下では弊社や刑務所として使用された。 フランス第三共和制などの軍事選挙で馬子や塔として利用された際にはフレスコ画など多くが破壊された。1906年以降国立博物館として管理修復され続けている。1995年アビニョン歴史地区としてユネスコ世界遺産に登録された。1階の間取り2階の間取り宮殿の内部は次のようになっている。ありがとうございます。